家族へ出かける必要ないんじゃない。ほんと疲れに行くようなもんよね。ねえねえ、今日置いたお金で欲しい服あんだけど。いいわね、それいいわね。俺も欲しいゲームソフトあるんだ。気張り。ねえあなた、これからの家族サービスは現金にしましょうよ。ねえ、そうそう。一度、あそこ通っていこうよ。面白そう、行ってみようよ。虹なんて近くへ行ったら見えなくなるって。もうほんとロマンの欠片もないんだから。分かった分かった。 変だな。どうしたの？ 虹が消えた。 島の樹海からの目撃情報で車が虹の中に消えたそうです。
虹の中に消えた。気象衛星を呼び出してみて。車が消えたと見られる昨日14時頃の石原樹海上空のデータです。虹の出るような空模様ちゃいますせ。大気中の水蒸気は足りへんし、太陽の向きもあべこべやん。虹が現れて車が消えたんですよね。調べてみる必要がありそうね。よし、ひとっ飛びしてくるか。スカイミカまずいですよ。あの辺りが日本の魔のトライアングルと言われるのは、強力な磁場が精密機械を狂わせるからだ。コンピューター制御のメカは使えないってわけですね。シャーロックとデラムならマニュアル掃除できるでしょう。この辺りだ、虹が出たというのは。その時はここに道があったという情報が。デマかもしれませんね。でもまた虹が出たら何か異変が起きるかもしれません。もうしばらく様子を見るか。寒いしお腹すいたよ。私たちこのまま骸骨になっちゃうのかしら。ご飯できたよ。ご飯？それ食べれんの？もちろんさ。これでも学生時代は探検部だったんだ。よく野宿してて野草や木の実を料理して食ったもんだ。あの頃は真剣に探検家になるつもりだった。おいしい。不思議ね、ずっと一緒にいたのにあなたのこと一つも知らない気がする。でもあの虹上下が逆さまよ。さっきまでこんな道なかったんだよ。よし、調査しよう。了解。でもあなたが探検家になってたら私たち出会ってなかった。エリア・コートも生まれてなかったわね。どうしたの急に。すごいないから。姫だ。バリアにガッツハイパー強せへん。くそ、液体窒素の装備があれば。エリー、こうだ。大丈夫ですか？何？
禁止するんだ。了解。虹を逃したら魔境に取り残されるぞ。レナ、レナ、大丈夫か、レナ。さあ、早く、ね。
味か。思い出したぞ。大吾とレナがまだ銃管に閉じ込められています。あ、あそこへ。見つかりました。二人とも無事です。了解。科学では説明のつかない未知の世界ってまだまだたくさんあるんですね。ここは虹の向こうだよ。みんな無事みたい。よかった。大変な目に遭いましたね。でも宝物を取り戻せました。それはよかった。あれも私の家族のようなものです。ああ心配
配したで。よし、帰ろう。いい。ええねんて。行きましょうか。オビコは屋台を引き次々と町の人々を恐怖に陥れる。しかしオビコは嘆く。もう昔の闇は戻ってこないのかと。次回ウルトラマンティガオビコを見た。お楽しみに。